こんにちは。今回は体のエダダイダルスについてご質問いただきました。ステーキングに参加されている方は5日ごとにエポックが切り替わりますので、ステーキング報酬がこれ自動的に入ってます。自動的にウォレットの方に入ってます。で、これはね、入金送金とか違うんで、そちらの方に記録は残ってないんですが、ステーキング報酬のプールの中にね、ずっと溜まっているのが表示されていると思います。そうですね、今度分かりにくかったら画面の方をお送りしますけども、心配しなくても溜まってますんでね、ステーキング報酬は自動的に入って、それが元本に組み入れられて、元本とともに新しいステーキング報酬を複利で生み出すような形になってますので、特に必要なければね、そのまんまずっと放置でおいてください。つまりステーキングを依頼するとステーキングの委任を受けることができます。あとはエポックが切り替わるのをじーっと5日ごとに見ておくだけなんで、特にやることはありません。そしてですね、1年に1回利益確定をして、で、まあ課税の対象になりますんでね、ステーキング報酬っていうのは。私がおすすめするのは、まあ少なくとも年末に1回ですね、全部ステーキング報酬の分だけを外に出して利益確定して日本円に変えて、で納税に備えるって形はどうかなと思います。まあそうでなくてもね、ステーキング報酬の分だけは計算して、そして納税する義務がこのステーキング報酬のみに対しては必要になってきますので、そちらの方もね、進めてみてください。私の場合はですね、年末に今年いただいたステーキング報酬を全てキャッシュアウトして、でその時の価格でね、現在ですね220数円だと思いますけども、かけるステーキング報酬、まあ、ね、ちょっと金額は言いにくいですけどもねまあ何百万円かにはステーキング報酬だけでなると思いますので、まあそれを納税と、あとはね、来年の余剰資金にしていこうかなと思っております。ステーキングに限らず、これからイーサリアム、ビットコイン、こちらの方も一旦ですね、押し目を作ると思いますけども、また期待できる関係になるのかなと思いますんで見ております。まあでも本当ダイダルスありがたいですよね。じゃあ本日は以上です。ご連絡ありがとうございました。